どうも、コウズです。今回ですけども、63枚目のシングル、握手会オンライン、オフィシャルショップ版、完売数動画、に来たコメントを拾うのやつですね。チャンネル登録と高評価、ぜひお願いいたします。ちょこちょこね、やっぱコメント拾うのが一番、あれだな、なんか話しやすいなと思って、最近やってますんで、ぜひコメントね、このコメント拾う動画へのコメントもぜひ、ということです。はい。25件いただいてますね。ゆきりんが卒業すると握手会も半分ぐらいテンション、なるほどね。大量に卒業するメンバーだからみんなこんな感じ。タモシが卒業するみんなこんな感じ。まあそうなんだ。まあ来るきっかけはマジで薄くなるよな。同じく J リーグの日程が出るのは手は、そうなんだよ。J リーグの日程出るの遅くね、ほんと。ようやく開幕戦のカードが出たっすけど。日程まだなんか予定日みたいな感じだもんね。決まってるだろうにな、ほぼ。だから、あれだよ。なんか、怒ってる人のツイート見たよ。なんか、J リーグに対して。なんかもう他のエンタメはもう先にもう出てますと、予定が。だから先にそれを取られちゃいますよ、みたいな。まあ、そうなんだよな。だからもう、俺みたいにさ、もう、でも後から来たら困るな、ぐらいの人がさ、そんなにいなかったら、ライト層は来ないよね。ああ、それもう握手会あるわ、みたいな。まあ、握手会に限らないけどさ。例えば、どこどこ、〇〇のコンサートあるわ、とかさ。先に完売しそうな柏木村山小栗を買ってから次の推しメンバー。ああ、そうっすね。それはそうだと思う。もう売れるの分かってるからね。第5次今日申し込みはゆっくり買えそうなのはいい。まあそうっすね。そう、影響は見えない。これ気にあやみんだけど。結構なんか長友あやみちゃん推す人ちょこちょこ現れるんですよね。僕の動画のコメントで。いや俺があんま興味ないんだよな、長友な。別に好きでも嫌いでもないからこそなんだけど、そう。なんかね、引っかかりがあるといいですけど、なんか劇場で気になったとか、引っかかりがあるといいですけどね。まあ、ちょっと そのタイミングまでお待ちください。村山さんすごいで、ゆきりんは元からすごいのに卒業部数瞬殺、ゆいりすごいですね。ゆいりなんだかんだ遜色なくすごい。問題はそれ以外のメンバー差がありすぎて心配。まあそうなんだよ。ゆいり、ゆいゆいの次が、くらのうちゃんなんだけど、すごい差が開くんだよな。ゆいりセンターでも、だ文句いない売り上げしてる。ねえ。作法が心折れていつ卒業なのか心配で、帰るうちに買うしかない。一方で、乃木坂ミーグル比較すると、こうもかそってんのかと思うと、ほんと切ない。なるほどね。乃木は一軍をミーグル免除でも完売祭り。へえ。まあ、だからこれブランディングだよね。乃木坂はね。接触は簡単にはさせへんで、みたいな感じだもんな。私は村山ゆりのファンなので、ゆりセンターシングル出た最低100枚買うと決めて、早5年半。多分出ないんでしょうね。あ、そうなんだ。そういう風向きなんだ。前回ゆりちゃん全然当たらなかったので、今回オンラインと握手会両方で11枚当たりました。オンラインの日は誕生日3日前なので、逆に運を使いました。なるほどね。でもじゃあそれ、前作よりは村山ゆりさんレベルでも多少当たりやすくなってるっていう話なんだね。なるほどね。やっぱついで買いがね、その、なんだろう、メンバーこんだけ切るとついで買いの総数も想定的に減るからさ。まあそりゃそうだよなとか思いながら。この動画で結構アイドルオタカと熱弁してたけど、岡部はお互いいなくなったら随分と熱が冷めてきてる。まあでも、まだ、その、各視点含めたら、あの、ガールズ、コーズガールズがいるので、まだ大丈夫です。多分、まだ大丈夫。まだ。これまでは最悪欲して、金を無駄にしてもいいと予定がわからないので何枚も買ってた。まあ、確かにね。でもやっぱり僕の話をすると、僕の中でもやっぱり優先順位というか、環境が変わりつつあるからさ。そう。だし、結局趣味ってさ、趣味じゃないですか。楽しいと思えるものに、こう、時間だったり、労力を割きたいじゃないですか。今さ、だからサッカー絡みが結構楽しくなってきちゃってさ、YouTube きっかけでもあるんだ。もともと好きだったんだけど、やっぱ YouTube、やっぱ、これね、まあ、このチャンネルもそうなんだけど、やっぱ YouTube とか通して見られてるっていうのは、なんか意識を高めさせられるな。だからアイドルは、だから入ったばかりは垢抜けなくて、入って何年も経ったらどんどん可愛くなる現象あるじゃないですか。あれも見られてるからだって俺何回か言ったことあるけど。いや、これね、僕みたいなおじさんでもね、該当しますね。だから趣味の、なんだろう、
なんかベクトルというか、優先順位みたいなのはなんかどん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 変わってくるんで、だ別に嫌いになったとかじゃないんだけど、優先順位が変わってきたみたいなのあるし、まあそれに加えてその主軸となる推しメンがいなくなると、やっぱちょっとあれだよなと。なんか新たに推しメンを見つけて新たに知られるっていう労力がかなりしんどいということを僕も知ってるので、そう、その全てを投げ捨ててまでその知られる過程を歩むぐらいの推しメンと出会えるといいですけどね。うん。推しが次々に辞めるというほんのすぐぐらいまで自分に関係ないタイミングだと思ってきた。自分にも振りかかって、やっぱね、でも冷めてはないですよ。冷めきってはない。うん。他にもまだガールズがいるから、多分、だし、AKB の劇場公演という、そのエンターテイメントフォーマットは超好きなんで、知られてる子ゼロでも行くと思います、それは。確かに4月27日買ったけど行けるかわかんないね。それ以上買えないので、もちろん。まあそうなんだよな。そういうのがあるよね。完売出せるメンバーが卒業した後の AKB って大丈夫かね。だから若手を急速に人気を上げていかなきゃいけない。だから、もっともっと、だから接触イベント増やせばいいと思うんですけどね。単純な話。ピンポン玉チャレンジでポラ取れますよりももっとさ、なんかこう、触発する何かイベントをどん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 打ちやさ。打てば熱中するきっかけが増えるので、握手会は積んでもらえますよ。ヤギアズキちゃん、徳永レミちゃん、行天ちゃん行ってみてレポお願いしたいですよ。徳永レミちゃんは行くかもしれません。ヤギアズキちゃんはこの前のなんかシングルのタワレコのイベントかなんかで話したけど、まあわかる。急成長するからな、研究生は。何ヶ月前に話した印象では語ると、今の状況と違う可能性があるからなんとも言えないけど、まあ、かもなく不可もなく。まあ、むしろいいぐらいの方だと思いますよ。知られたかったら通えばいいぐらい。通ったら覚えてくれるんじゃないですかね、多分。ゆりとゆゆはすごいですね。すごいですよね。ゆりはもう20作以上全開版、あ、そんなに、すごいね。人気あるね。ほんと、村山ゆりさんね。ゆきりんは2回目で完売全滅。あれまあ。ミーヨンぐらいのメンバーからいつでも購入できる感じですよ。あ、そうだ。ゆいゆいも完売しました。高3がそうなら売れないよな。でもマジで、いや、自分が直面してるわ。マジ主軸目いないとなんか、ついで買いとかもなくなるからさ、結構しんどい。だから行くきっかけを失われると、なかなかしんどいなとは思ってる。全然関係ないです。たまたまラブ修行の PV 見てたら、センター西野美希さん30のコンボにいるのは置いておいて、西野コンボの左右にいるのが佐々木さんと岩田さん。なるほどね。それでも2時で終了。ゆいゆいもお話し会申し込んで落選があった。なるほどね。本当にお試しでも一度話す価値あるのかって、もし自分も徳川さん行っていなければ言ってたと思うんです。そう、坂川ひゆかちゃんマジでおすすめですよ。気になってるんだったら一回行ってみてほしいかな。それでハマるかハマんないかご自身でご判断をという感じ。柏木ちゃん完売になるよね。そう、ユーリアもうちょっと外仕事頑張って、そういう意見もあるんだね。なるほど。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。今回ですけども、今月は満ちるという楽曲、ついにプロデュースいたしまして、楽曲プロデュースね、コーズアンダーグラウンドフューチャリングの、楽曲プロデュースは結構ね、曲数も出てきているんですけれども、まあ、今月は満ちる。これは指原莉乃さんが HKT メンバーに書き下ろした公演の、表題タイトルになっているわけですけれども、僕なりの解釈で歌詞を自ら書いてみました。全くサッシーのね、今月は満ちるとは全く別の楽曲になっていますが、まあ、王道アイドルソング調であるということは、似ています。なので、ぜひね、音源化されていない指原伝説の、今月は満ちるを思いながら、コーズアンダーグラウンドの今月は満ちる、ぜひ聴いてみてください。MV 公開中です。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。